はい、シスアドホール13階に来てます。いや、ここまで来るの時間かかった。しかも前回っていうか、ちょっと一つ前のホールは動画の声をね出すのね忘れててっていうか、動画ミスっちゃってね。いや、忘れてたんだけどね、本当は忘れてて、あ、やべ、動画の声撮ってねえわ、もういいかと思って、もうこのままやっちゃう。うわ、なんかメタルマメモンがめっちゃおるんだけど、すげえ強そうなんだ。うわ、戦いたくねえとか言いながら、ここまでずっと戦ってきてないけどね。これ大丈夫かな、これ行きたいな。あれがいない、宝箱の前トラップがあったりするんだよね。これ開けるよ。よし、ハリケーン強そう。多分いらんやつや。だーい、1600、やば。戦力がたまーに引っかかるんだけど、やべんだよ。お、やばい、やばいぞこれ、非常にまずい。ちょっとパーツ直しで直すか。バグセンサー、このバグセンサーがなかったっけ、ダメなかったか。よし、ちょっともうちょっとメカなんとかを持ってこないけんな。うわ、ちょっと厳しいぞこれ。うわ、怖えー。 うわ、視界レーダーも壊れる。怖い。もう普通にもうなんか、今最近内村サマーズっていう番組をずっと見てるんですけど、もうそれ見ながらずっとゲームをしてるんですけど、大体そのゲームをしながらもうずっと何が起きても何も反応せんけど、最近はもうずっとそんな感じで。うえー、さあまあ、そのデジビートル、さてはガードチームのラハールだな。え、僕のことを知ってるの？僕も有名になったな。ふん、何を飛べたことを言ってやがる。ここでお前を出してクリムゾン様を認めてもらうチャンスだ。見てくださいよ、負けたらなんかレベルアップしますねみたいなこと言ったんですけど、まあ、やめてレベルアップしましたよ。来たよこれ、ほら、毒ネモン、アガブモン、ゴマモンから進化して、何クワガモンか忘れたな、と隕石モンとホエモン。ホエモン完全体というね、今回。前回は成熟期だったんだけど、今回完全体でね、出てるというね。そしてこのシザーアームズオメガがめちゃくちゃ強いんですよね。敵全体の防御力を下げる。強すぎる。もう強すぎる。え、さらに、はい、これ、はい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 。もうね、いっぱい、これ、マットコードとか、ガードロックとか、もうすごい強い。味方の攻撃力を上げるって。もう上げまくるしかないじゃん、これ。シザーアームズオメガを。で、こういう、ヘブンズヒールとかね、味方全員の HP を回復って、すげえ強えと。すげえ、こいつが覚えるわけじゃないんだけど、ホエモンは別に覚えないんだけどね、ホーリーエンジェモンになった時から、ヘブンズヒール覚えたんですよ。けど完全体って大体1個しか覚えないから、ヘブンズヒールを覚えて、あとヘブンズナックルというね、攻撃が、お頭おかしいんですよ。だからちょっとホエモンになった時にダイタルウェーブ、敵全体の攻撃を下げる。これ強いんだよ。これもこのね、シザーアームズオメガとダイタルウェーブがあったらすごい強い。これで、はい、相手の防御力を下げつつダメージを与える。そしてダイタルウェーブで攻撃力を下げる。さあ今だ。違う、お前の方が早いんかい、成熟期のくせに。うわ、もう全然痛くない。こっちもう HP280 ぐらいからね、アシスト。ああ、これね、マットコー、うえー、攻撃アップ。これ何回まで攻撃アップできるか分からんけど、これだけで十分じゃないか。ペトラファイヤーやばいね、たまーにまひるんだよな。まあ俺も覚えてるけど、あー、これダイタルウェーブあんま見たことないけど、ダイタルウェーブドーン、あんまり攻撃力強くないんだけどね。いやー、でも前回のデジモンワールドでなんかバグってからホエモンのダイタルウェーブ効かないって、エアモンじゃなくてパタモンに効かないというね。あ、弱いなこいつ。もうヘブンズヒールがあるからね、こっち。ヘブンズヒール、
あ、もう全然楽勝だな、もうちょっと強すぎるんじゃないか、俺。はい、これホエモンにして、ダイダルウェーブ、うわ、もう、負ける気せんな、これ。ヘブンズヒールが強すぎるな、ちょっと。使ってないのに強すぎるというね。オメガトーン！ああ、ほら、もう攻撃力が倍ぐらいになった。もうこれで相手の防御力がどんどん減っていく。もうね、これでね、もうこれ全然効かない。バーニングフィストドーン食らってもらう。12！ いやー、ダイタルウェーブ強い。強すぎるな。意味ないよ、炎の力与えても。強すぎ、この。しかもこいつからやし、マットコウ。だから全体攻撃はいいはいいんだけど、全体攻撃しちゃうからね。先に1体倒したいところなんだけどな。うい、まあ、攻撃力がね、ちょっとまだまだ全然低いけど、攻撃力下がることによって、こっちが全然死なない。マジ強い。てかこいつ誰なんこれ、なんこの攻撃力。雑魚やな。9! クソ雑魚じゃん。もう弱すぎだろ。もう負ける気せん。強すぎる。三大ジャブリンもすげえ強い。デスメラモン。メラモンの進化系ですよ。メラモンの進化系なんダサいな。進化系かわからんけど。あ、強いな、やっぱり。全然強い。成熟期2体と完全体1体でやってるときは、実はめちゃくちゃ時間がかかって、もう頭がおかしいぐらい。20分ぐらいかかるんですよ、戦闘に、1回の戦闘で。だからもう何これ、めっちゃ時間かかるじゃんと思ったら、完全体全員になったらこれですよ。早い。俺がのトークしてる間にもう終わってしまうんじゃないかというね。しかも炎の能力が切れるというね。もともとファイヤーやるからな。8910、やばいな。もう強すぎるな。ちょっとヘブンズヒール使ってみたいけど、使う前に終わっちゃうな。これロイヤルナッツ、これ誰でも使えるのがいい。あ、いいね。しかも赤部門とホエモンはまだレベルがマックスじゃないんで。うお、強い。ロイヤルナッツ、さすが完全体の技っていうか、レベルと序列のなんか回数かなんかでクワガーモンめっちゃ強いんですよ。今ノリに乗ってるフルヒール、いいね。ヘブンズヒールがあるからいらないんだけど、多分ヘブンズヒールは全体の HP を150回復させるのかな。フルヒールは完全回復1体だけどね。よし、このホールのブラッドナイツを倒したぞ。あれ、なんか落ちるぞ。このパーツは一体何かな。拾っておこう。ロハールはエクトロローダを手に入れた。おえー、じゃあ次行ってみよう。あ、これもしかして、あ、もう1体おるかと思った。いいね、この調子でどんどん住みたいな。だからね、しかしね、皆さんに重要なことをね、伝えておかなければならない。まあ、前回が、オーラハール、よう来たな。うん、まあ、これはいいとして。前回、プレイ時間何本やったんかな、どれぐらいやったんかなみたいなことをね、思って。そういえば、皆さんに伝えてなかったような気がするね。プレイ時間今どれぐらいいってるのかというとね。実はですね、レベル上げにすっげえ時間かかって、なんとですね、まあ、10時間ぐらいちょっと寝てるんですけど、10時間寝てるんですよ。なんと83時間。やべえ、83時間。多分1ヶ月の間に、まあ、ずっと毎日ちょくちょくやりながらやったんですけど、まあ、1日寝ちゃったのかな、ゲームやりながら。で、一応セーブだけしとこうと思ったら、もう84時間ですよ。意外と金使うというね。びっくりした。こんなにデジモンワールド2って時間があるんだと思って。そりゃ子供の時クリアできませんわ。シャイニングフォースのあそこのところもの
すっげえ難しいところ、まだやってないけど、今録画ねしてないけど、いやー明日ぐらいにやろうかなと思ってるんですけど、いやーでもそれも難しいんだろうなみたいな。これ一回持っていて、よし、はい、ミムドホールに来てます。いやーここに来る前にですね、なんかワーガルルモンとか、なんかアトラーカブテリモンとかが見えて、ちょっとねテンション上がってる。いやなんかうわ捕まえてえなとか思ったりしたんですけど、いやちょっと無理かなと思ってね、まあアイテム持ってきてないんでね、もう進めるためだけのアイテムだけなんでね、でちょっと戦ってみたかった感じもあるな。いやでも戦っちゃうとねアイテムとかも減っちゃうんですけど、いやでもね技とかアトラーカブテリもかっこいいんじゃないかな。名前なんか全然知らんけど、だからこのゲーム、まあ、まあ調べたところ、まあ前回も言ったような気がするんですけど、まあクソゲーとされてるんですけど、ただいいところがね一つ確実なところがありました。一人一人技を持ってるっていうのはすごくいいと思いますね。あ、ほらアトレアカブテリモン技見ようぜ、せっかく動画撮ってるなら。いいね、うわーこれ何ホンバスターかな。あ待てよ、おエアロ V ドラモンティラノ師匠、こいつらちょっと普通に倒そう。エアロ V ドラモンめちゃくちゃかっこいいな。なぜもう、おう、ん、あカウンターか、うわ見れんやったやん、なんでアタック失敗したんや。うわティラノ師匠、うわやっぱ防御力高いね。うわでもエアロ V ドラモンかっこいいな、なんかいろいろ生えた感じがあるけど、ウィングウェード、うん、全然強くない、絶対強くない。こっちのデジモンが強すぎるかな。まあ時間かけてるだけあって、やっぱ序列をさせまくってるんで、あーいいね、全然いいですね。アトラーカブテリーも見たいな技、しかしこいつらね立つ時のねあれが同じなんだよ。ファイヤーブレス、ファイヤーブレス、ティラノモンの攻撃だ、なんだ弱すぎだろ。マットゴー、いや見たいな、ちょっとアトラカブテリも早く見たいな。ほら早く白いやん、連射パッド使うぜ、連射パッド使ってこの速度やな、結構時間かかるってことだよな。はい来るぞ、カウンター、あれカウンター白いよ、どんな技か早く見たいな、なんか見る前に倒しそうだもん。来た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 、プチサンダーとかふざけんなよお前マジで、お前殺しちゃうよその前に、大丈夫か、余裕だなお前。ちょっと見たいな、お、アシスト、お前アシスト持ってるんだ、精神注入、何も変わってねえ、お、来た、ホンバスターやん、違うやん、お前違うよ、お前もういいよ、死んで死んで、はい完全体3体ね、余裕ですね、究極体相手でもいけるような気がする。おい経験値482ってめちゃくちゃもらってると思ったけど、そんな微妙だな。だってここの階層まで来て、まあ、500ぐらいだろ、それまで全然もらえんやったから。うわまた俺、うわ2体もいるやん、なんか虫みたいに見える。まあこいつら完全に虫だけど、完全にカブトムシ、よーし来たぞボス。いや結構エネルギー使ってるな。うん、貴様はガードチームの構造ずいぶん仲間が世話になったようだな。だが俺は他のやつらとは違うぞ、貴様を倒してクリスボン様の期待に応えて。
何よ、貴様なんかに負けるか。さあバトルだ。なんか良さそうなやつ来い。なんか俺飲みたいやつ来い。なんかすげえやつ来い。もうオメガモン来てもいいよ。まあそれはないけど。なんだよ、そこら辺にいるやつじゃねえか。しかもキュウイモンと打ってもって成熟期じゃねえか。クソザコじゃん、マジウッコじゃん、マットコートじゃん、全然弱いじゃん。こいつらの技見てもな。パンプマンってなんだよ。パンプマン技何、お前すごい技ないと本当マジでいる意味だから。パンプマン、お前はもうちょっと頑張らんといかんぞ。リトルペッカー覚えてるよ、知ってるよ、育てたよ、めっちゃ育てやった。お、来た来たよ。お、なんか斧刺さってんじゃんお前。トリックはトリック、トリックはトリック。なかなか強い。まあだいたいウェーブで攻撃力半分になるよな。動画見てくれた？お、見た見た。お、見た？うん、見た。チャンネル登録した？え、したしたした。おお。あ、でもだ、もう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。